いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、以前から一度やってみたかった企画なんですが、PR とか企業案件とかタイアップとか、まあいろんな言い方がありますが、私みたいな素人のね、50代の、まあ、YouTuber のところにはどういう案件が来てるのか、私も実際に驚くような案件が来たりとかするので、そのお話をね、一度したいなってずっと思ってたんですね。いつものこの手書きなんですが、多い時で日に2件ぐらい企業案件のお話が来るんですが、どういうものが多いかというとですね、ヘアケアと化粧品、美容関係が圧倒的に多いですね。それは多分私の視聴者さんが、同世代の女性の方が多いので、こういう商品に興味ある方が多いのではないかということで来てると思うんですけど、まあ、圧倒的に多いのがヘアケアですね、トリートメントとかですね、まあ、ヘアケア、化粧品も含めて美容関係が多いですね。あの、小顔にするこう装置とかね、そういうのもなんか海外、フランスだったかな、なんか結構ね、海外からも来るんですね。あの、おそらくお部屋の動画とかが多い関係かと思うんですけど、まあ普通のスタンド式の掃除機からロボット掃除機ですね、そういうのは結構な台数来ました。それであと除湿機、加湿機もなぜか多いですね。それと私が息子と飲んでいるプロテインですね、こちらの方もヨーロッパ、フランスだったと思うんですけど、ヨーロッパの方から、企業案件のお話が来ていました。私がまあ、あの動画で上げた内容、パソコンのお話をした時はパソコンの周辺機器の、企業案件が来たりとかですね、あの AI か何かでね、そういうワードを察知してるのかなっていうふうに思いますね。まあ、アメリカの視聴者さんもいたりとか、まあ、海外から帰国してるっていうことも影響してるかもしれないですが、ニューヨークの、ジュエリーの会社から商品を紹介していただけませんかというメールも何回か来てましたね。過去にいろいろ来た、企業案件というか PR 案件で、私が一番興味があるものが、何だと思いますでしょうか。これはね、これはちょっとね、びっくりなんですが、こちらですね。整形しませんかというですね、まあ、お誘いというか、案件ですね。4回ぐらい行きましたね。どこでもお好きなところを、無料で、手術しますという内容で、その代わりですね、ビフォーアフターと施術中の動画をアップしてくださいということで、これはやっぱり女性としてはね、すごい興味ありますね。特にあの、このやはり50代なので気になるところだらけなので、アンチエイジングのですね、あのフェイスリフトとかぜひやってみたいなってすごい興味あったんですけど、一つ、韓国のカンナムというですね、ちょっと高級なエリアがあるんですけど、そちらの美容外科さんからもメールがありまして、ほうれい線に何か、なんだろうな、なんかエアー酸素とか、なんかちょっとよくわかんないんですけど、特殊なやり方で、ほうれい線になんかこう刺激を与えて、ほうれい線をなくすような施術専門でやってるところで、あなたのほうれい線を直したいですっていうメールが来まして、確かにあの、帰国して急激に痩せた時期があって、あ、ほうれい線がすごく気になるなぁと思った時期ではあったんですけど、そんなにほうれい線がね、人一倍ひどいっていうふうに思ってなかったもので、これはちょっとショックでしたね。息子にこんなん来たよっていう風にね、笑いながらね、話しましたけど、まあメールには、あの、息子もいますし、一人置いてね、カンナムまでね、手術受けに行けないのでっていう風にね、まあそんなまともな返事を返した自分にもちょっと笑ってしまいましたけど、まあそういうところからも施術のお誘いが来たりしました。YouTube を始めて今足掛け3年目になるんですが、なんで企業案件をですね、受けないかと言いますとですね、まず一番の理由は時間がないということなんですね。一本一本の動画を録画して
編集してそれを出すっていう作業も本当にもう精一杯で、もうやっと出してるって感じで、とてもじゃないですけどストックとかそういうことはもう一切できないんですね。案件のお誘いメールをさらっと見るだけで、突っ込んでその次の段階まで話したことがないので、知り合いの YouTuber さんで案件をやった方とかから聞いた話なんですけど、結構ですね、投稿時間ですとか作った動画をチェックしてもらって、で手直しとかしないといけないところが結構あって、まあ概要欄とかテロップにこういうことを入れてくださいですとか、いろんな制約がありまして、でまあもう聞いただけでね、あもう無理っていう感じなんですね。もう今が精一杯なので、一本にこれ以上時間かけるっていうのがまずできない。そこまで使ってみたいアイテムがないっていうのが、まあ2番目の理由ですね。自分がすごくこれ欲しかったっていうのが来ればまた別なのかもしれないですけど、今のところはまあ自分が好きなものを買って、それを動画で皆さんに紹介したりとかしてる、まあ自分の好きにやってるという、そういうスタンスの方が合ってるということですね。それで3番目はですね、補足なんですけど、報酬がいくらもらえるかっていうのをちょっと気になるとこだと思うんですけど、すごい YouTuber さんとかだと本当にすごい額多分いただけるんだと思うんですけど、私ぐらいでしたらその商品をね、一つ無料で提供していただける、もしくはですね、本当に1万円ぐらいだと思うんですね。1件の PR 動画を作って、よくて1万何千ぐらいだったような気がするんですね。引き受けたことがないので、はっきりしたところわかんないんですけど、実際、皆さんが思ってるほどは、そんなにお金ってね、いただけないと思うんですね。まあこういう理由から、私は今まで企業案件とか PR 案件とかっていうのを、まあ受けたことがないんですが、本当に自分が使ってみて良くて気に入って、皆さんにお勧めしたいっていうものがあれば、ぜひ PR したいなっていうふうには思ってるんですね。この年齢になって、今まで看護師とか専業主婦とかをやってまして、そういうチャンスっていうのはもちろんそんなになかったわけで、今は看護師をしながら YouTube っていうのをやってるんですけど、まあ、チャンスがあれば新しいことにも挑戦して、何が将来役に立つかわからないので、これからね、一人で生きていくにあたっても少しでもね、いろんなことを経験しておくことはすごくためになるんじゃないかなと思うんですね。まあ今後企業案件をお受けすることもあるかと思いますが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。